ここね、あれだよ、美人姉妹がいるんだ。美人姉妹が営む鶏肉屋さん、ほらあそこにいる、あの二人がこの市場で有名な美人姉妹が。万が一見ない？あ、たまに見る。あららや。あ、とに布たまにない。どうたまに？ちょっとたまに。たまに。ハローか。もらもら。全部ちょうだい。これ。そう、あそこに座ってる二人が美人姉妹だ。友達の日本人を前にここに連れてきて、この二人が市場の中の一つのアイドル、美人姉妹だよって言ったら、可愛くねえよとかって、やっぱ日本人は、日本人の女の子と比較して行っちゃうんだよね。それじゃあ移住はできません。はい、じゃあ俺も冷静に見ました。彼女二人を可愛いか思うかどうか。よく見てみるよ。向こうの、奥が妹。手前が姉ちゃん。可愛いですか？もう一度改めて見ると、いや十分可愛いよ。OK。鶏の油。これがラーメンで。あ、そこ。あ。可愛いから、もう今の仕草だけで、なんかもう、なるほどよ。俺と接してくれる時点で、もう、ちょっとこれでやってみて。ぬるいバージョンにしよう。行ってみよう。で、チーを作ります。これでこれがね、うまいラーメンの一つの秘密なんだよね。ポポカな、綺麗になれないかね。あ、綺麗に倒ないなって。あ、瓶あ、違う、十分かわいい。手前も、手前の女の子もあそこ働いてるのも。OK、ポポカ、Thank you。はい、終わっちゃった。これはね、チーユの鶏の油、これを熱してに入れるんだけど、その入れ方はまた後で言う。これがとても大切。これさえ知っとけば海外でいろんなことできるよ。うん、皆さん日本より美味しい。横浜だから俺はさ、横浜って家系ラーメンじゃん。家系ラーメンのあのうまさはチーユが来てる。濃い豚骨のスープとチーユ。ここは美人姉妹がいるよっていうね。美人姉妹が営む鶏肉屋さん。見て、みんな女の子でしょ。精肉店みたいなのがある。で、女社会だから。うん。これがね、移住するときのすすめで、やっぱ今回伝えたかったのは、ここは美人姉妹だぞって言われたら、それを否定しないこと。そうだね。美人だね。綺麗だよって。いや日本にはもっと綺麗な人いますよとか、いや東京来たらあいつはさとかっていうのを口にしちゃダメなんだな。あ、本当だ、可愛いって乗ってやると、ね、警戒心が一気になくなっちゃって、あ、いいやつだな、うん、お前で急にこう市場のなんだろう、ネットワークに組み込まれる感じがする。現に俺は本音可愛いと思ってるんだけどね、うん、好き。あの姉妹も働いてる子も好き。とても優しい。次はね、ニンニク買いに行くよ。